ルーゴ県は、スペイン北西部の自治州ガリシア州に属する県の一つである。1833年、ハビエル・デブルゴスによって創設された。西と南は、同州のアコルーニャ県、ポンテベドラ県、オーレンセ県、東はアストリアス州とカスティーリャ・イレオン州のレオン県に接する。北は大西洋に面している。ガリシア州を構成する4県のうち、 面積は最も広いものの、県人口は353,504人で、人口規模では、アコルーニャ県、ポンテベドラ県に次いで3番目である。県とはルーゴで、県内で最も人口が多く、次いで、モンフォルテデレモス、ビベーロ、ビラルバ、サリア、フォス、リバデオ、ブレーラ、チャンターだと続く。ルーゴ県は、ガリシア州の北東部に位置し、 面積は9856.56平方キロメートル。2010年現在の人口は35万3504人である。したがって2010年における人口密度は35.8648である。大西洋からの偏西風の影響を受けやすい地域に当たるため、夏に乾燥するスペインの地中海沿岸地域と比較的すると年間を通して、 降水の見られる地域である。リアリアとは、深く内陸へと切れ込んだ入り江のことである。川県内を流れる川のうち、最も重要なのは、オーレン世県を経て、ポンテベドラ県とポルトガルの国境を流れ、大西洋に注ぐミーニョ川である。他には、ミーニョ川の支流である、シル川があり、その流域の渓谷地帯は、リベーラ桜として知られ、 その景観によって観光業の重要な名所となっており、またワインの産地としても知られている。他にはカンタブリア海に注ぐ無数の小規模な河川が存在する。県とのルーゴにはスペインの首都マドリードからの道路が通っている。ルーゴ県の鉄道は南北で分断しており、北海岸部を巡る路線へ向かうにはアコルーニャ県のベタンソスまで出る必要がある。 ケントのルーゴには一本の鉄道路線が付設されており、ベタンソスを経由して、アコルーニャ県のケントは、コルーニャ方面へ向かうことと、県内のサリアなどを経由して、ルーゴ県南部の都市モンフォルテでレモスへ向かうことができる。モンフォルテでレモスからは、オーレンセ方面へ向かう路線と、レオン方面へ向かう路線が付設されている。人口の4分の1が、ケントのルーゴに集中している。 67のムニシピオがあり、県との次に人口が多いのは、モンフォルテデレモスである。県内は13のコマルカに分けられる。人口は2009年。ルーゴ県の司法官カツク県内は9の司法官カツクに分けられている。フトジは中心自治体。モンドニエード司法官カツクアバディン、アルフォス、バレエロス、ローレンサー、モンドニエード、 アパストリーサ、アポンテノーバ、リバデオ、リオトルト、トラバーダ、オバルドロ、チャンターダ、シ方ォ一括。アンタスデウジャ、カルバジェード、チャンターダ、モンテロウソ、パラスデレ、ポルトマリン、タポアータルウーゴ四方ォ一括。カストロデレ、カストロベルデ、オコルゴ、フリオル、グンティン、ルーゴ、メーラ、オテーロデレ、ポル、ラバデビィラルバシ方ォ一括。ペベモンテ、コスペート、キッテリス、 ムーラス、ビラルバ、シェルマーデ・モンフォルテ・デ・レモス、司法官カつく、ボベダ、フォルゴーソド・コーレル、モンフォルテ・デ・レモス、パントン、アポブラド・ブロジョン、キローガ、リバス・デ・シル、オ・サビニャーオ、ソベール・ビベーロ、司法官カつくカ、プレーラ、セルボ、ホス、オーロル、オビセード、ビベーロ、ショーベサリア司法官カつくカ、オ・インシオ、ランカラ、パラデーラ、オ・パラモ、サモス、 サリア・フォン・サグラーダ氏、法官カツク・バレーラ、ア・フォン・サグラーダ、トシャビア・デス・アルナ、トシェゲーラ・デ・ムニス、リベラ・デ・ピキン・ベセレアー司法官カツク・アス・ノ・ガイス、バラージャ、ベセレアセルバンテス、ペドラ・フィータとセブレーロ、トリア・カステーラ・ルーゴ・ケンギカの定数は25。現在の議長は、カリシア社会主義者党のホセラ・モンゴメス・ベステーロ、議席の内訳は、カリシア社会党、11。 カリシア民族主義ブロックにカリシア国民党中2である。ありがとうございます。